こんにちは。先日極悪転売ヤーグループ撲滅のために奴らを尾行してたんですが、ついに見つかってしまい捕獲されてしまいました。そして案の定僕も人気 YouTuber キリンとしてメルカリに転売されたのですが、購入者から段ボール開けたら変なおっさん入ってた、臭かったですと通報されてしまい、転売ヤーは詐欺罪で逮捕されました。めでたしめでたしめでたしー。はい、ということで今回はネット上で袋叩きにされた福袋事件、国民的スナック菓子のロスが転売ヤーを欺いた事例、ネット民たちを巻き込んだ通報レイドバトル、日本初不正転売の摘発事件など、悪質な転売ヤーたちが制裁を受けたエピソードをよそのご紹介していきたいと思います。スターバックス福袋事件。2016年1月2日、東京都世田谷区内に存在するスターバックス二子玉川ライズドッグウッドプラザ店で108個の福袋が販売されたところ、先頭に並んでいた男性5人組が商品を全て買い占めるという騒動が起きました。スターバックスの福袋には、毎年限定のタンブラーやドリンクの無料チケット、コーヒーの粉といったスタバアイテムがランダムで含まれており、店舗によってはビッグウェーブに乗りたい系の人が早朝から列をなす場合もあるほど人気の高い商品で、福袋の内容によってはオークションサイトやフリマサイトでも高値で転売されることもあります。この時スタバ CEO のケビンも、ジャパンの福袋文化だるいわーってキャラメルフラペチーノ飲みながら思ったかもしれません。そしてこの時福袋を全て買い占めた男5人組は、もちろん他の顧客たちから反感を買い、ネット上でも大きな話題を呼ぶことになりました。また買い占め男の一人は自身の SNS に購入した福袋108個全てを並べた写真を掲載し、買い占め行為を自慢するのですが、その行為がさらなる批判を呼ぶことになり、一部のネットユーザーらはついに買い占め男たちの特定作業を始めました。僕もこの時 Google ストリートビューで福袋108個写ってないかしらみつぶしに探しましたが、残念ながら見つかりませんでした。その後買い占め男たちのヤフオクアカウントが発見されたことで、いたずら目的の入札が相次ぎ、買い占め男たちは商品を売るに売れない状況に追い詰められていきました。すると彼らはバラ売りで販売していた福袋アイテムをなんとか在庫処分しようと、一袋丸ごと売ろうとするのですが、その頃には彼らが不当な転売ヤーとして多くの人々に認知されていたこともあり、ほとんど売れることはなく、最終的には半額以下で販売しても買い手がつきませんでした。そしてこれを受けて全国のスーパーでは、半額シールをつけてるおばちゃんたちが、あいつらはまだまだだね、半額はタイミングが命と休憩室でざわつく騒ぎにまで発展しています。またこの一件があらゆるメディアで取り上げられるにつれて、店側の対応にも批判が集中したことで、スターバックス側は翌々年の2018年から従来の先着順ではなく、オンライン抽選での販売に変更したため、現在では店舗に並んでも購入できなかったという泣き寝入り事例が解消されているようです。ピザポテト。2017年4月、国内大手のスナック菓子会社であるカルビーから、前年度の2016年8月に北海道で発生した大型台風の影響でジャガイモが収穫不足となったことを理由に、ピザポテトをはじめとした人気商品を販売休止することが発表されました。そして僕もこのニュースを知って、毎年恒例の夏の祭典、アナルにお野菜どこまで入るかな選手権を一旦延期にし、ジャガイモを野菜室に戻しました。またこの事態に伴い、スーパーやコンビニではピザポテトの売り上げが一気に跳ね上がり、店頭からはピザポテトをはじめとしたジャガイモ菓子が消えるポテトショックが続くのですが、それと同時期に多くの転売ヤーたちが買い占めたピザポテトがメルカリやヤフオクなどに出品されるようになります。そしてこのポテトショックを重く見たポテト坊やも緊急対策本部を設置し、私がポテチになりますと行政に提案したそうです。そして悪質な転売ヤーたちはポテチショックを逆手に取ることで、ピザポテト数袋を約10万円で販売したほか、最も高額なものではピザポテトを1袋2億で販売する転売ヤーも現れる始末で、ついにはネットやテレビでもスナック菓子の高額転売や闇ポテチについて注意喚起されるようになりました。僕もこの2億の闇ピザポテトを買うべく銀行に融資を頼みに行きましたが、受付嬢に笑顔でグーパンされました。ですが販売休止宣言からわずか2ヶ月
月足らずでカルビーはピザポテトをはじめとしたスナック菓子の販売再開に至り、これを受けて多くの転売ヤーたちは在庫を多く抱える事態となってしまい、刻一刻と迫るピザポテトの賞味期限に合わせて破格での大量出品を繰り返すようになるのですが、その頃にはピザポテトを含めた関連商品がコンビニや店頭に並んでいたため、転売ヤーたちはこの一件から非難を浴びるとともに、商品が売れないことで大きな痛手を負う結果となったそうです。黙りそう。刀剣乱舞トレーナー。2009年2月、人気オンラインゲームの刀剣乱舞とファッションセンター島村がコラボトレーナーを発売したことでファンたちの間で話題を呼びました。トレーナーは各キャラクターをモチーフとしたデザインとなっており、それぞれアイロン加工が施せるワッペンがついて幾円とかなりリーズナブルかつエロい価格設定になっていたことから、販売店舗に多くのファンが駆けつけました。これには島パト単位の僕も、本日島村混雑なうと急いでインスタ投稿しようとしたら焦りすぎてポーンハブのコメント欄に書き込んでしまいました。ですがそんな盛り上がりも虚しく、東京の一部店舗では開店と同時に店頭に置かれた刀剣乱舞トレーナーの在庫を全て転売ヤーの男2人組が買い占めるという事態が起きてしまいます。この時は僕の刀剣乱舞で転売ヤーのケツにガトツゼロ式お見舞いしてやろうかと思いましたね。またある店舗では買い占め転売ヤーに対して他の客が激怒し、殴り合いや奪い合いを重ねた末に警察沙汰にまで発展してしまったらしいのですが、転売ヤーらしき男性は朝から並んでいた、友人に頼まれて買いに来たの一点張りで、島村側が注意を促しても販売制限を設けていないことを理由に最終的には買い占め行為を防ぐことができなかったそうです。この時僕も転売ヤーを阻止すべくレジ前で命がけの方形乱舞をしましたが、外にパトカーが見えたので走って逃げました。それから刀剣乱舞ファンを中心にネット上では転売ヤーたちの悪行が拡散されていき、フリマサイトやオークションサイトから転売ヤーたちのアカウントが特定されたことで通報レイドバトルという通報祭りが始まるのですが、転売ヤー VS 刀剣乱舞ファンたちの争いがネット上でさらなる話題を呼び、多くの協力者が現れたことで通報レイドは激化していきました。この時僕も、もう刀剣乱舞のことで争いをやめてとツイートしましたが、間違えてテニプリの掲示板に書き込んでしまい、テニプリファンとの小競り合いに発展しました。そのため転売ヤーたちは商品説明欄にてファンたちを煽るような発言を繰り返したのですが、その抵抗も虚しく、彼らの買い占めた刀剣乱舞トレーナーはほとんど売れることはなかったそうです。嵐コンサートチケット。2009年10月、北海道の札幌市に住んでいた24歳の保育士女性が自身の SNS による呼びかけで人気アイドルグループ嵐のコンサートチケットを求めるファンに対し、定価の8倍から14倍となる30万円でチケットを販売していたとして、入場券不正転売禁止法違反の罪で書類送検されました。入場券不正転売禁止法とは、業者や個人がコンサートチケットやスポーツイベントのチケットを買い占めて定価を大幅に上回る価格で転売するという不当な行為を取り締まるもので、誰でも平等にチケットが入手できるようにという思いから2009年6月に施行され、同年10月に大阪府が全国で初めて適用したばかりの法律でした。この施行にはダクヤの歯がないジジイもライオンズの帽子をしっかりかぶり直し、チノパンのチャックを締めて気を引き締めたそうです。そのためこの一件が全国初の高額チケット転売による摘発となったのですが、大阪地検は保育士女性による犯行を嵐ファンの心理を逆手に取った悪質な手口とみなし、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年、罰金30万円の刑罰を言い渡しています。そしてこれを機にチケット不正転売禁止法が一般的に施行されたため、保育士女性以外にも8人の高額チケット転売ヤーたちが一斉摘発され、そのうち5人が逮捕される事態となりました。僕もこのニュースを知った時、転売ヤーたちもこれを機に真面目に働けよなとハロワのパソコンの空きを待ちながらツイートしたものです。また運営側からも転売対策が強化されたことによって、多くのチケット転売ヤーたちは不良在庫を抱えることとなり、中には総額で数百から数千万円もの借金を背負うこととなった転売ヤーもいたとのことです。またこの一件をきっかけに政府からも正規ルール
ルートでのチケット購入を促す注意喚起が積極的に行われるようになっていきましたとか。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てスタバで一番大きいサイズのベンティー頼むときに間違えてパンティーくださいと言ってしまったら店員さんがパンツ脱いで渡してきたので思わず1万円払ったことのある元ブルセラショップの客と元自分のパンティー転売ヤーは、高評価とチャンネル登録、ベルマークの通知登録をして、アニメチャンネルとサブチャンネルの登録とツイッターのフォローは動画概要欄からよろしくです。はい。はい、ケンチタイムなんですけれども、質問箱です。こんばんは。もしかしてキリンさんはハンターハンターで有名な陰獣のメンバーでしょうか？お名前がキリンなのでふと気になったので質問いたしました。ということなんですけど、もうよくわかりましたね。まあ僕は結構過去についてあんまり話すことはないんですけど、まあそうです。私が陰獣のメンバーです。はい。まあね、ミミズっていたと思うんですけど、地中にいつも全裸でこう地面の中を移動できるっていうミミズっていたと思うんですけど、あれがですね、まあもともと僕と付き合ってましてですね、まあただウボウギンにちょっとやられてしまったんで、まああの時は本当に悲しかったですね。やっぱ涙も止まらず、もうあの頃はですね、もうミミズと初めてキスした公園に毎日行っては毎日泣いてましたね、やっぱり。はい、ということで、さよなら。